現地10月25日にワールドシリーズが開幕ロサンゼルスドジャースが本拠地ドジャースタジアムにニューヨークヤンキースを迎えたドジャースの先発ジャック・フラハティはヤンキースの先頭打者グレーバー・トーレスを未納に抑え2番・ファン・ソトにストレートの支給続く3番・アーロン・ジャッジを空振り三振に抑えたが4番・ジャンカルロ・スタントンを優出で塁に出して2試1・2塁 初回からピンチを迎えたものの、5番ジャズチゾムジュニア。鬼ごろに抑えて無失点で切り抜けた。ドジャースも初回にチャンスを作った。1番の大谷翔平がヤンキースの先発ゲリットコールの初球をフルスイング。ホームの大観衆が総立ちになる大飛球を放ったものの、フェンス手前で中堅ジャッジに補給された。2番ムーキーベッツもフェンス手前への飛球を放ったものの、左皮に打ち取られた。 出塁したのは3番フレディ・フリーマンだ。3塁線を抜いたフリーマンの打球は、左翼手アレックス・バー・デューゴがクッション処理にもたつき、その間にフリーマンは3塁に到達した。2試3塁の後期で打席に入った4番手オスカー・フルナンデスは、いい当たりを見せたが優直となり、両チームとも走者を出しながら無得点に終わった。試合は3回を終えて0対0となっている。